シューマイが来ました。NZDJPI ですね。シグナルは CAD と NZDJPI 2つ出たんです。こっちの方を先に取ったというわけですね。ちょっと上にしてくれ。こっちはやばいですけどね。こっちはどうでしょうか。22時32分09秒ですね。時間項ですね。7日ですね。12月7日。デモですね。これで稼げなければ、今5920円ですから、デモだから920円ですね、利益はね。5000円ボーナス入ってるんで、まだ稼げてないんですね。920円しか。で、この時間ですね。どうでしょうか。これをこっち落っこってきたんで勝てそうですね。よくこっちの方買わなかったな。よかったですな。売らなかったですね。取引ねしなかったですね。でこうでしょね。これさっきもう一つの方買ってたら負けてたからね。負けそうだったんですけどね。このインジケーターは稼げれば30兆円ですよ。売り値がね。30兆円ってどのぐらいか知ってますか？大きい会社1個買えちゃいますよ。テレビ局買えますよ。 TBS とかいろいろあるでしょ。日本放送とか一つ簡単に買えちゃいますよ。コピーできるんだからね。わかります？稼げるんだったら30兆円ですよ。これこのインジケーター、これに勝率出て、まあ、74.4%。今日の1日ね、1って書いてある、1日の分析。で、11回あって、平均利益が 14.6 ピープスですよ。あ、日本の会社、大体買えますよ。大きい会社。これ、30兆円ぐらいですから。もし稼げるんだったらね。バカにしてませんよ。30兆円ですよ。買わないけど、みんな潰れかかってるから買えませんけどね。コピーだからこれ100個売ったら100個でしょね。ライセンスでね、10年間かね、10年間かしてない自然とかあげてないけど、向きでだろうけど。1台のパソコンには、利用とソフトですね。ソフトの販売量は30兆円ですよ。稼げればな、これね。こんな仕事だから、私の場合だって、マレーシア航空乗ろうとしたときに、ロシアの人と戦争を打ってこられて、撃ち落とされてるでしょ。福島原発も私がこっち来た時に攻撃で世界中の人が力をかけてやった事故じゃないですよ。あれだって1万人ぐらい亡くなったんじゃないか。私の攻撃で。核だからね。地震ではね、あんな大きな被害を受けませんよ。付け火だからね。政府。東京政府は特にね。力入れた。世界とね、の国と、の政府と、国、あと住民たちね。
で、そうですね、どうかな、勝てそうかな。落っこってきてね、これ勝てそうだね。これは上がっちゃったね。これは勝てたら外れてたな。よかったな。こっちの方でよかったな。ね。これはね、この戦略、このシグナル出てますよ、こういうね。このシグナルね。こうあるわけです、こう。こうシグナルいっぱい出てるわけですね。これ11個出てるんです、今日1日。11個なんです、これ。これ1個、2個、3、4、5、6、7、8。ね。戻すと9、10、11ってあるんです。1日でね。1分足ですからね。この勝率ですね、実際は 81.8% なんだけども、投資数が少ない最初の方はね、勝率が落ちるんですね。という計算になってるんで、正確な 勝率ですね。またさらにちょっと落ちますけどね。ここは 20% 落ちるから 54% ぐらいですね、実際はね。平均1回のピップスが 14.6 ピップスってことですね。戦略方法は秘密になってます。何も表示されてませんでしょ。ここに勝ってる成績のね、勝率